これはね、TTLT のテーブル。さっきね、説明した動画を上げてるんですけど、ムタちゃん、こすってる？これ今ちょっとね、しっかり、A 位置に来るようにちょっとセッティングしましたんで、こんな感じでね、テーブルの上が、照らされますんで、なんかするのにね、暗闇というか、夜釣りとかね、キャンプとか行った時に、このね、折りたたみテーブルで、こういったタカちゃんバッテリーが装着されてね、ライトもついててね、これで何年間か使えるんで、こういう商品がね、早くもうちょっと出てきて、どこの企業がね、出してくるかわからないんですけど、楽しみかなと思います。まだタカちゃんバッテリーもね、こっち側の裏に8本今入っとって、こっち側にもね、まだ入れれますんで。で、このタカちゃんバッテリー、昼間とかね、ここ多分こう太陽とか当たったら、ちょっとタカちゃんバッテリーぬくもりますんでね、太陽の熱で、ソーラーヒートっていうね、一応言うてるんですけど、そのソーラーヒートをね、利用すると、もっとパワー上がってね、その時はこうちょっとファン回したりとかも十分できますんで、一応夜はね、もうちょっと今 LED が限界かなと思って。夏場なんてね、もっと暑くなったらまたちょっとどうなるかわからないんですけども。あとね、タカちゃんバッテリーをもっと増やしたら夜でもファンとか回したりできますんで。一応ね、ちょっと使用動画。また今度ね、5月会社の方で、20人ぐらいでね、フィッシング鍋バーベキューっていうね、あれに行きますんで、その時ね、ちょっと持っていきたいなと思います。よいしょ。